Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. オンライフランス語学校アンサンブルフランセ講師のジョゼフです。今日もとっても役に立つフランス語の表現をご紹介したいと思います。友達が体調を崩してしまったのでこれから病院へお見舞いに行ってきます。あ、そうだ。お大事にってフランス語で何というか勉強しておきましょう。相手は先生や仕事の上司または何人かに言うときは Soignez-vous bien.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 相手は友達や家族の時は Soigne-toi bien.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  あなたをいたわってくださいという意味ですね。さあ、これから病院行ってきます。皆さんもお見舞いの時などにぜひ使ってみてくださいね。では、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしていますね。Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.